マイクロ波で作るプラズマということで、40分ほどお時間をいただきます。話の内容としましては、まずプラズマのことをちょっとご紹介しまして、それからプラズマをマイクロ波で作ると。それで、そのマイクロ波を使って、我々の核融合発電のための研究をしていますけれども、その紹介をいたします。で、最後に核融合発電実用化へのロードマップを示したいと思います。まず、プラズマということですけれども、皆さんは物質の三態というのをご存知だと思います。温度を低いところから高いところへ上げていきますと、通常の物質ですと、固体、液体、気体というふうに、状態を変えていきます。これは物質の三態と言いますけれども、これをですね、さらに温度を高くしていったらどうなるかということです。で、この時に実は、電離という現象が起こります。で、それによって、プラズマという、これは原子がですね、電子と、正イオンに分かれて、これ自由に動き回る。いわゆる電離した気体という、そういうような状態になるということです。ですから、これは物質の第4の状態と言われている、非常に高温の状態になります。で、このプラズマというのはですね、実は宇宙全体を見回しますと、もうほとんどがプラズマの状態にあると言われています。この写真にありますけれども、宇宙銀河ですね。これ、それぞれは、光り輝く恒星と呼ばれているもので、集まっているんですけれども、まさに我々の身近にある太陽そのものです。で、この、太陽はですね、そういう意味では、プラズマでできていると言われています。で、この太陽はですね、中で、水素の核融合反応というものが起こっで、その結果ですね、膨大なエネルギー、太陽エネルギーを放出していると。ですから、プラズマというのはそういう非常に高エネルギーの状態にあるということになります。で、一方、地上を見ますとですね、自然界ではですね、なかなか存在しません。こちらね、オーロラの写真がありますけれども、私まだ見たことはないんですけども、画像でですね、いろいろ綺麗な写真が見られます。で、これは太陽から、噴出してきました太陽風が地球磁場に閉じ込められて、それで大気中にですね、降りてくる。その過程で電離をしてプラズマを作ると言われています。で、一方ですね、身近なところでは、一瞬ですけれども、この稲妻の閃光ですね、この中にプラズマが生じているという形になっています。で、プラズマをですね、作るというのは実は、非常に大変だというのを少し、これは式、有名な式なんですけども、サッハの式というのがありまして、その式に従って計算をしてみました。で、これは純粋に温度だけをですね、変えていったときに、どのぐらいの電離、イオンとですね、中性原子の比例なんですけども、が起こるかということです。で、これ実は横軸はですね、1という、2という数字は、これ1万度、2万度に相当するような値です。ですから、これ空気ですね、に相当する窒素のものですけども、大気圧程度のものをですね、半分ぐらい電離させようとするだけでも、2万度以上の温度が必要だということになります。ですから、この式の意味するとか、大気圧室温ではですね、この温度を上げただけでは、もうプラズマはほとんどできませんよということになります。ですから、地上でプラズマを作って利用しようとしますと、圧力を下げる。で、温度を上げるという、そういう環境を作ることが必要になります。で、具体的にその電離ということをですね、ご説明しますと、このような高校の科学の教科書でもよくあるんですけど、中心に、プラスの電荷を帯びた原子核、その周りにですね、電子があって、原子核のプラスの数と電子の数が等しくて、全体としては安定な中性な状態にあるという、これが普通の原子の状態です。ですから、プラスとマイナスで引き合ってますので、非常に強い束縛された状態にあるわけです。で、これをですね、電離させるためには、この束縛のエネルギー以上のエネルギーを持った電子を当てて、その電子を弾き飛ばすという形で、電離をしないといけないわけです。で、その結果、弾き飛ばされた電子は自由に動き回りますし、穴の開いた原子は、いわゆる陽イオンという形になって、これもまた動けるようになるわけです。で、プラズマというのはですね、こういう電離現象、一つや二つ起こっただけではできません。
これはですね、雪崩現象という形で、一旦そういう電離が1個で起こると、そのできた電子はですね、またさらに隣の原子をこう次々と電離していくという、こういう過程を経て、非常に多くの数の電子とイオンができないと、プラズマにはならないわけですね。で、さらにそのできたものもですね、また、くっつこうとしますので、その再結合と言いますけれども、電離と再結合がこの競争し合って、それでプラズマの密度、温度が決まってくるという、そういう格好になります。ですから、プラズマを作ろうと思うと、この、加速する機構ですね、電子は当たるたびにエネルギーをしまいますので、さらにその次に当てて、電離を続けようとすると、この短い時間の間に、また電離エネルギー以上のエネルギーをもらわないといけない。ということで、その加速のメカニズム、外からエネルギーを与えるということが必要になってきます。で、さらにその、消滅をしていく、あるいはこの容器の外にですね、出ようとして、壁に当たってなくなってしまうという、そういうことで、閉じ込めが悪いと、そういう電離現象も続きません。ですから、このいかにそのプラズマを閉じ込めておくかと、壁から離して、高温のプラズマを浮かした状態に置くかというのが重要になってきます。それでいろいろプラズマ発生装置が工夫されてきているんですけども、一番身近なところではこちらですね、蛍光灯あるいはネオンサインといったものです。これは中を減圧をして、気ガスと言ってますけども、アルゴンガスですねというようなものを入れて、こっちネオンの場合はまさにネオンを入れまして、直流放電、あるいは、こちらの方は60サイクルの交流放電をしながら、プラズマを作っていくという。で、プラズマボールなんかは、これは、高圧ですね。中を減圧しておいて、直流の高圧をかけてあげるというものです。で、一方ですね、これは我々の実験室にあるものですけれども、マイクラ法を使って、ディファをかけて、閉じ込めて、プラズマを作るというものがあります。こちらは、3回生の学生実験なんかでも使っているものですけれども、こちらは電極の間にマイクロ波をかけ、高周波ですね、かけて、プラズマを作るというタイプです。ですから、必ずこういう、これにありますと大きな装置になりますけれども、エネルギーをですね、いかに注入するかということになってくるわけです。それで、マイクロ波でもプラズマができるということをですね、少し、デモンストレーションということで、これ電子レンジで、こちらの方は、ご家庭にあります、蛍光灯ですけども、これをですね、少し光らせてみようというところです。危ないですから、ご家庭では絶対真似をしないでくださいね。で、こういうふうに、入れまして、このボタンですね、普通に温めると言いますと、このようにですね、コンセントにつながなくても、マイクロ波、これ電子レンジは 2.45kHz のマイクロ波を出しているということなんですけども、このように光るを発する、つまり中でプラズマができるということになります。ですからマイクラ波を使えばですね、簡単にこのプラズマを作ることができます。で、このプラズマの中のですね、粒子の運動というのを実は知らないと、そのうまくプラズマを制御するとかいうことはできませんので、少し、高校の物理の話になりますけども、ちょっとご説明いたします。で、これは過電粒子というものには、電場と磁場から力が働くということになるんですけれども、その運動は、このニュートンの運動方程式というものですね。書き方はこれ、大学の、1回生で出てくる書き方をしてますけれども、内容はこの質量かける加速度が、その物体に働く力に等しいという、これ、ニュートンの運動の方程式を表しています。で、過電粒子の場合には、この力がですね、電場から受けるクーロン力と、磁場から受けるローレンツ力、この2種類があるということです。で、あとはこの電場磁場を決める方程式には実は、マクセル方程式によって決まるというのがあるんですけども、これは大学の1回生の物理でやるような話ですね。プラズマの場合にはですね、この2つの、基礎的な方程式に基づいて、解析をするという形になります。それで一番重要な話として、この磁場中のプラズマの動きですね。磁場、磁力線があるところに、プラズマ粒子、このイオンと電子があるといった場合に、この絵にあるようにですね、ローレンツ力を受けて、磁場に巻きつく運動をするというのが出てきます。
この磁場に垂直な面内を見ますと、この先ほど言ったローレンツ力というのはですね、少しほどへそ曲がりな力でして、電子がこの動く、まあ、これ電子の絵ですけども、磁場がこの紙面に垂直な方向にありますと、磁場にも速度の方向にも垂直な方向に力が働くという格好になりますので、これはこの、まあ見えないですけども、糸の先に運動をつけてぐるぐる回すという、そういうような時のこの力の方向ですね、向心力を生み出すので、こういう円運動を、まあ、描くということになります。で、そうすると、この円運動ですので、周期運動ということで、一周に回ってくる時間、あるいは1秒間にですね、何回回るかというのが決まってきます。で、実はそれがですね、磁場の値で決まるということで、これはあのサイクロトロン周波数と言います。それでマイクロ波で使うときはですね、実はあの、この性質が非常に重要になってきます。それで、磁場に対してこの電子サイクロン周波数、回転のですね、周波数がどのぐらい変わるかというのを計算しています。これ横軸はですね、磁場の大きさを表しているんですけれども、あの、この数字はですね、10倍10倍ずつ変わってきますので、この一番左下がですね、だいたい地球磁場のあたりです。で、このあたりですと、だいたい1キロヘルツぐらいのあたりですね。で、実験室あるいは核融合プラズマのあたりですと、1テスラから、まあ、10テスラぐらいの間になりますから、この場合ですと、電子はですね、だいたい28ギガヘルツ。これはあの、実は、電磁波、マイクロ波で言うと、あの、電磁波の、そうですね、マイクロ波という、呼ばれている周波数帯になるということになります。ですから、実は、あの、この電子サイクロン周波数というのをですね、考えると、マイクロ波というものと、対応づけることになります。それが、この、サイクロン周波数と、マイクロ波の周波数が一致する条件という、この電子サイクロン共鳴の条件になってくるんです。これは、先ほどのですね、円運動のこの周期というのをちょっと見てもらいますと、この周期と、それからマイクロ波のですね、電波がこう変わる周期が一緒になっているという場合に、例えばこちらの電子が、右へ動くことをするときに、電波によって、加速されて、で、ちょうど反対側に来たときにですね、電波の向きが反対になると、これ常にこう同じ方向に加速されるという、そういうことになりますので、これはあの、実はあの、サイクロトン共鳴というふうな、いうことになってまして、マイクロ波のエネルギーが、すべて電子の運動エネルギーに変わっていく。そういう共鳴現象。ですから、この条件ですね、磁場で決まる円運動の周期と同じ周期を持った、マイクロ波を与えてあげると、プラズマの中の電子をですね、強くあの加速する、すなわち加熱することができるということになります。この性質を使ってですね、非常に多くのプラズマの利用が行われています。これはあの、英語で言いますと、エレクトロンサイクロトロンレザナンスヒーティングということで、頭文字を取って ECR という形で呼ばれます。ECR プラズマ、あるいは ECR の利用というので、あの、まあ、有名なのはですね、皆さんがあの、スマホなんかで入っているその半導体の IC、集積械ですね、それを作るあのプロセスで、実はこのようなですね、プラズマ発生のメカニズムに ECR、が、使われております。また、あの、これは宇宙ロケットのイオンエンジンですね。あの、はやぶさがですね、小惑星から、土をですね、持って帰るというミッションを今はやぶさ2ですけども、やっております。で、その、に使われておりますイオンエンジンは、実はその、プラズマ、イオンですね、プラズマを作るのに、この ECR のメカニズムを使っているわけです。で、もう一つここで今日は、お話ししたいのが、これをですね、核融合発電を目指したコーンプラズマの生成に利用するという、そういう話です。ここで、ちょっと核融合の話を、したいと思いますけれども、この核融合発電のですね、目的というのは、やはりこの安定したベース電力源というものを、特に日本の場合には、エネルギー源がありませんので、それを確保したいというのがあります。で、一方、地球温暖化の問題もありますので、
この二酸化炭素等ですね、温室効果ガスをですね、出さない、エネルギー源というのが必要になります。で、核融合の反応はですね、そういう意味では非常に、それに合っているということです。ただ、やはりいわゆる原子エネルギー、原子核エネルギーを使いますので、福島の事故のようにですね、非常に皆さん心配されます。で、核融合は大丈夫ですかということになるんですけれども、これはですね、反応の暴走がないということで、非常に安全サイドには働くということですね。それからあと、原子核エネルギー使いますから放射性物質が出ないわけではないんですけれども、比較的、低いレベルというんですかね、半減期が非常に短いわけですから、そういう意味でも、何十年ということはなくって、逆に半減期が短いために燃料の確保が難しいとかいうようなことも起こるような話です。であと、その燃料に関しましてはですね、現在考えているのが、重水素とトリチウム、三次水素ですね、を使っているものですけども、これ自身は海水中にですね、非常にたくさんあるということで、分離すれば、日本でもですね、海水ですから、自由に使えるということになって、そういう資源がですね、偏在しないというのが、非常に有利な点だということになります。まあ、こういうことで、今はいろんな国でですね、研究開発がされているんですけども、これは核融合発電炉のですね、概念図ということですけども、この、やっぱりエネルギーの中心になるのが、核融合反応を起こす部分です。で、これはですね、非常に高温の形になります。地上に太陽を持ってくるような形になりますので、ここはやはりプラズマになります。これ、炉心プラズマという形になります。で、ここからですね、エネルギーを取り出すといった場合には、次にちょっと説明しますけれども、中性子というものを周りの、このリチウムブランケットというところで抑えて、そのエネルギーを、こちらの熱交換器ですけれども、水をですね、蒸気の形に変えて、で、タービンを回すという、そういうシステムです。ですから、この形はですね、真ん中のこのエネルギー源が、例えば石炭、あるいは天然ガス、あるいは原子炉のです、ね、いわゆるウランですね、いうのと交換しても全く同じシステムですね。それがこの核融合を起こす炉心プラズマに変わったという、そういうような形になって、この周辺に関しては、こういうリチウムのブランケットもありますけども、電気に変える部分はこれまでの、技術をですね、そのまま使えるという、そういうような形にはなっています。ですから、核融合発電のですね、研究の中心ではやはりこの炉心プラズマをいかに、ね、作って閉じ込めるかということになります。それで、今考えているのは、この先ほど言いました、重水素、三重水素の反応なんですけれども、これはですね、この反応、核融合反応を起こすためには、非常にエネルギーの高い、イオンを作らないといけない。ここにありますけれども、大体、温度の表示、で言いますと2億度ぐらいの温度に相当するエネルギーを持った、重水素、三重水素のイオンを、接近させる、当てる、衝突させるんですね。で、ただその衝突が起こってもですね、実は反応が起こるというのはですね、100分の1ぐらいの確率しかないんですね。で、大方はほとんど離れて、飛んでいってしまうということになって、ですから、この反応がですね、十分、エネルギーとして、ね、取り出せるくらいたくさん起こるためには、長い時間閉じ込めておかない。それで、その中で、じっとこう待って、外に出てくる、エネルギーを、先ほど言いました、リチウムブランケットで、受けるという、そういうシステムがいるわけですね。ですから、いかにその高温のプラズマを作って、それを長く維持できるかという、それが、実はその炉心プラズマを作るのに重要な話になってきます。それで、この閉じ込めということなんですけども、発電をする場合には通常、一定のですね、定常状態と言いますけども、を作らなければいけません。ところが、プラズマというのはですね、先ほど言いましたように、どんどん逃げてしまうわけです。で、常に加熱というものを加えないと、それを維持ができない。で、例えば加熱をですね、ここで、やめた場合に、温度がですね、こういうふうに時間的にどんどん下がっていってしまいますけども、この下がっていく、時間ですね。だいたいこの、例えば3分の1ぐらいになるまでの時間というのを、閉じ込め時間という形で、測ります。
ですから、この、閉じ込め時間が長ければ長いほど、その、真空容器、あるいはプラズマ容器としては、性能が高いという形になるわけです。それで、この閉じ込み時間がどのぐらい必要かというような計算はですね、実はこの、まあ、物理の原理法則からですね、認識できます。これはエネルギー保存則ということで、要は、外から加える、エネルギーと失われるエネルギーですね、それが釣り合っている状態ということ。それが、核融合反応が持続的に維持できる条件ということになります。ですから、それをですね、実は、計算をしますと、このプラズマのですね、密度、それから先ほど言いました閉じ込め時間、この積がですね、ある温度の、で決められた値以上にならなければならないという、こういう条件が実は導かれます。で、ここで、まあ、これ、ラージ、大文字の Q で表したものですけども、これは核融合反応の出力ですね、のエネルギー。と、それから、外から加える加熱のエネルギーの比になるわけです。ですから、これがですね、1というのがちょうど外から入れたエネルギーと出てくるエネルギーが、同じというところの状態ですね。まあ、終始ゼロという感じなんですけども、これは臨界状態と言っています。で、一方、この外からのですね、エネルギーがなくても、内部から出てくるエネルギーで、反応が持続するというのが、これはちょうど、ろうそくに火をつけると、最初はマッチのエネルギーを与えないといけないんですけども、それからはですね、ろうそくは自分で温度を上げて、ろうを溶かして、それで燃え続けるという、そういう、これ自己燃焼が持続できる条件になりますけども、ちょうどそれが成り立つというのが、この Q が無限大になる。そういうような状況になります。まあ、こういうような指標を使って、こういう、横軸に温度、縦軸に密をかける閉じ込め時間というものをやりますと、ちょうどこの黄色の部分が先ほど言いました自己燃焼が続く条件という形になります。ですから、経済的な核融合炉をですね、作るための必要な炉心条件というのは、実はこの黄色い領域に入ってくるわけですね。で、それはですね、実は数値に直しますと、温度で1億度以上。で、密度は、これ、何ちりがないですよ。1外ですね。腸の上が K。K の上がこの外という形になりますけども、1立方メートルあたりに、10の20乗個ですから、0がちょうど20個並ぶ。そのぐらいの、数のイオンが、はい、まあ、収められる。そういうような容器ですね。しかもそれがですね、少なくとも3秒以上、保たれないと、この、領域に入らないということになります。ですから、非常に温度の高いプラズマを、やる3秒という長さですね、保つ、そういう閉じ込め装置を作りましょうということになってくるわけです。それで、まあ、実はここに、点がたくさんあるのをですね、過去50年以上にわたって、世界各国でですね、この、核融合のですね、条件を満たして、いろんな装置が作られて、発達してきましたというのを実は表しています。例えばこの辺に JT60U というのがありますけども、これは日本で実際に達成したデータ点があるんです。で、このような点はですね、実はこのトカマク型の装置と呼ばれているドーナツ状のプラズマをですね、閉じ込める装置で達成できてきています。このトカマク型の装置というのが今一番核融合を起こすのに近い条件を、というわけですけども、この原理を少しご説明いたします。これは真ん中にですね、ドーナツ状のプラズマを入れる、そういう、まあ、磁場の容器を用意するということなんですが、この緑のですね、ものはコイル、トロイダルコイルと呼ばれているんです。ですから、ここにリング状の電流を流しますので、磁場はですね、このドーナツに沿った方向の磁場を作ります。で、一方ですね、このトカマク型というのは、このドーナツプラズマ自身に、まさにこの矢印の方向に電流を流してあげるという、そういうシステムになっていますので、この電流、プラズマ電流を流すことによって、それ自身の周りに実は、磁場ができて、この、外から加えたトロイダル磁場と自分自身が作る磁場によって、
ここに網目状のですね、磁場の閉じた面ができる。で、そうすることによって初めて、プラズマが、この真空、周りのですね、容器に当たらない形で、宙に浮いた格好で、閉じ込めることができるわけです。で、ただ、これはですね、プラズマにこういうリング状の電流を流さなければいけませんので、これをどうやって流すかというのが非常に重要な問題になってきます。で、そのためにですね、実はこの中心ソロノイドコイルといって、真ん中に、ドーナツの真ん中に、コイルが置かれています。これは、実はトランスと言われている、電気回路と同じ構成になってまして、ファラデーの誘導法則ですね、この真ん中のコイルに、電流を流してあげると、その外側ですね、これプラズマなんですけども、プラズマに反対向きの電流が流れて打ち消すような磁場ができる。そういうようなシステムです。ただし、この中心ソレノイドでですね、に流す電流というのを無限にこの増やし続けなければ、実はプラズマにですね、定常的な電流を流すことができないというのが、ファラデーの誘導法則の示すところですので、定常の運転をですね、核融合でずっと電気を作ろうとしますと、この中心ソロノイドコイルだけではですね、プラズマを維持できないということになってしまいます。ですから、それに代わって、プラズマにこういう電流を流してあげるというメカニズムが必要になります。ですから、トカマック型のですね、重要な点は、まずは、この中心ソロノイドコイルをどうするかというのがあります。それとですね、もう一つはこの、非常にまあ大掛かりな装置なので、いかにコストを下げるかというものも重要な問題になってきます。それで、非常に強い磁場を作りますので、コストがかかります。今は超電導コイルを使って、そういうものを、コイル、磁場を作っているんですけども、コストを下げるためには、中のプラズマの、ですね、このプラズマをいかに低い磁場で、作るかという、のが重要になります。で、これをですね、表す指標が、ベータ値というもので、これはプラズマの圧力と磁場の圧力の比ですけども、ベータ値が大きいほど、この分母が小さいという意味ですけども、低い磁場で温度の高いプラズマを閉じ込めることができるというので、高性能な閉じ込め装置だということになります。それで、実はこのトカマカ、つまりドーナツのですね、形を変えることによって、このベータ値が上げられるというのが理論的に、実は発見されまして、1960年頃にはですね、こういうドーナツの穴が非常に大きなものがあったんですけども、最近ではこれをいかに細くですね、していく。で、形の上ではこれ丸くなってきますので、球状トカマクと言われていますけれども、このような形の、トカマクを作っていこうということになってきているわけです。要はこの比ですね、アスペクトレーション、アスペクト比と言ってますけれども、大きな方の半径と小さな方の半径のこの比をですね、小さくするということです。ですから、この中心の穴をどん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 小さくするということになりますから、先ほど言いました中心ソロのコイルをですね、入れるスペースがどんどんなくなります。それで、いっそのことこれなくしてしまえということになるんですけれども、実際にはこの録音学的にはこういうふうな構造というのは非常に、作りやすいわけですね。それで、かつ、この非常にコンパクトになりますので、皆さんこれをですね、なんとかしたいというふうに考えるわけです。ただ、これもやはり先ほど言いましたように、中心ソロノイドコイルがありませんので、どうやってこの、プラズマ中にですね、ドーナツ状のリング状の電流を流すかということが問題になってきます。それで、トカマクがですね、発明されてからすぐにそういう問題が皆さん気がつきましたので、非常に多くのこの解決策をいろいろ研究されてきます。それで、今一番有望なのはですね、この中性粒子ビーム入射というものがあります。で、これはもともと加熱のためにですね、言うなれば、冷たい水に熱いお湯を注ぐみたいな形ですね。プラズマの温度よりももっとエネルギーの高いですね、粒子を打ち込んで、で、それは電気的には中性の粒子でないと中に入りませんので、中性粒子ビームと言われてますけども、それを打ち込むことによって、プラズマを加熱しようというものですけども、結果的にそれをですね、電流の駆動にも使えますよという話です。それともう一つはですね、プラズマが温度が高くなってきますと、今度トカマクの磁場範囲においては、
自発的な電流、勝手にプラズマがですね、流れて、プラズマの中に自分自身で電流を流すという、そういう記号が見つかりました。ですから、核融合の起こるような非常に温度の高いプラズマでは、この2つが非常に融合になるわけです。ただ、問題はやはり、プラズマの温度が低い最初のスタートのところからどうやってその状態まで持っていくかというのが重要なもので、この青い2つの方式というのは非常に温度が高い状態でなければ使えないんですね。それで、他のいろいろなものがあるんですけども、この中で、先ほど言いました電子サイクトン共鳴を使った電力導というのが実は融合視されてきています。で、これはですね、先ほどもありましたけれども、使う加熱源がマイクロ波帯の電磁波であるということです。で、これはですね、まあ、言うようになれば、レーザービームみたいなものです。プラズマの外からですね、もう、離れたとこから、反射鏡を使って、その、マイクロ波を入射することができるということで、高温のプラズマから離れた状態から遠隔操作が使えると。いう形ですね。ですから非常に録音学的には、有利なタイプ。ただ、やはり理論的にはですね、その駆動効率は悪いというのは言われているので、それをいかにその高めるかというのが一つの研究課題にもなっています。まあ、あるいは、もう一つは、高電力のミリ波源の開発というのもあって、これは最近、50年前はですね、ほとんどなかったんですけども、最近は、ジャイロトロンという発信機も開発されて、まあ、実用化レベルまでは来ているということです。ですから、この電子サイクトン共鳴加熱を使った電力導というのを、研究をしているということになります。で、だからマイクロ波でプラズマに電流を流すということをどういうふうにするかというのを少しご説明いたします。で、これ実はプラズマの中というのはですね、いろんな速度を持ったイオンとか電子が動いています。で、これは速度分布と言われていますけれども、要は、電流が生ずるためにはですね、この電子とイオンの間に、速度の差がないとできないわけですね。全く同じ速度で動いていると、プラスマイナスゼロで電流がないということです。ですから、この平均的な速度に差をつけましょうということになるわけです。それで、実は電子サイクトン共鳴加熱というのはですね、磁場にこの、巻きつく電子の運動に合わせて、電磁波の電場の向きが、右行ったり左行ったりするという、そういう作用で、磁場に垂直方向のエネルギーが変わるんですね。ですから、実際には磁場にこの沿った電流というのは流せないような形にはなっているんですけども、そこをですね、うまくこの、プラズマ中に伝播する波を冷気してあげますと、結果的にですね、この先ほど言いました速度分布の形というのが、この右と左で違った格好を作ることができるという、こういう、メカニズムですね。ですから、こうしますと、平均的に見ますと、こちらの右側の方のですね、電子が多くなりますので、電流が流れてくるという形になるんです。それで、まあ、ここから京都大学のエネルギー科学研究科で、研究されている装置での話をちょっとご紹介いたします。これはですね、世界でただ一つの中心それぞれのソレノイドコイルのない、救助とか膜というのを作る装置です。で、周りからですね、マイクロ波をこの矢印のようにですね、たくさん入れまして、この中に、球状のプラズマを作る。電子サイクトン共鳴で作るという、そういうものです。で、これは実験室の様子ですけども、実験室内はですね、このマイクロ波を遮断したり、あるいは、プラズマ中から出てくる X 線を遮断するために、こういう電磁遮蔽ですね、放射線遮蔽のある部屋になっています。で、実験中はもう人が入らないような状況ですね。で、いろんな装置がこうありますけれども、このような大きな、大学としてはですね、大掛かりな装置ですけれども、この中で大体我々の研究生ですと10人ぐらいの大学院生の方が一生懸命、研究をされると。そういうようなシステム。で、こちらの方にも、導波管が、実際こんな格好のですね、マイクロ波を通るところですけども、ありまして、プラズマに、電力を入れるという、そういう格好です。で、この電子サイクトン共鳴のですね、いいのはですね、その、
プラズマがない状態からプラズマを作っていくことができるんです。これは真っ黒になっているのはプラズマがない状態で、それで、高速カメラでですね、そのプラズマが発生する状況をこういうふうに捉えたんです。これは覗きカメラ、覗き窓から見てますので、この真ん中にあるのがこの真空容器の真ん中を走るトロイダルコイルですね。この周りは真空の状態で、ただし磁場がかかっています。それで、この辺に筋がこう見えてくるのがわかりますけれども、実はこれは磁力線がですね、この右下にありますように、この螺旋状にこの下から上にこう繋がっているんですね。で、最初プラズマに電流が流れない状態ですので、この磁力線に沿ったプラズマができて、こういうふうな、まあ、一見縞模様のようには見えますけれども、形のプラズマができている。それで、まあ、この出来始めのところを解析しますと、これ先ほど言いました電子サイクルトン共鳴の条件を満たすところからプラズマが発生して、こういうふうに広がっていくというのが見えてきています。ですから、このマイクラを使ってプラズマを作るといったときに、核融合のプラズマを加熱するだけではなくて、それが全くない状態から、こういうのが使えるということで、非常にですね、幅広く利用可能だということになります。それで、あと実際にそのプラズマに電流を流すという実験結果ですけども、この最初の部分ですね、この電流がないところというのは、先ほど今、示しましたところですけども、この後ですね、垂直磁場と言われている磁場をこういうふうに、青い線ですけども、変えていくと、プラズマがですね、自分自身でこの、形を変えまして、ドーナツ状の部分ができてきます。で、これがですね、我々の電流ジャンプと言って呼んでますけども、プラズマが自発的にトカマク状態を形成するという現象ですね。これは初めてこの装置で発見されたんですけれども、この結果ですね、あとこのまま電流をですね、増加させていくと、これですと、1秒間に300キロアンペアの速さで立ち上げることができていますけれども、例えば核融合炉のですね、場合には、15メガアンペア。ですから、単位で言いますと、これですと30万アンペアですね。1秒間に。ですから、1500万アンペアまで、立ち上げることができればいいので、だいたい50秒ぐらい経てばですね、これで核融合のプラズマに必要な電流までは立ち上げることができるだろうというようなくらいの、まあ、非常に速いスピードで、立ち上げることができたということになります。で、一方ですね、密度をどこまで上げられるかという、まあ、研究もしておりまして、これは同じようにこの電流が立ち上がってくるんですけど、密度が非常に高い状態をうまく作ることができたということです。で、これは同じ電子サイクトン共鳴ということなんですけれども、実はプラズマ中にですね、電子バーンスタイン波という真空中では発生しない、プラズマ内部でしか発生しない波を冷気することによって、このような密度の高い状態を作ることができるというのが実現できました。まあ、こういうふうにですね、まあ、もちろん小さな装置ですけれども、原理的にはですね、核融合が起こるようなプラズマ、大型のプラズマでもできる、そういう原理をですね、実際にこう示せたということで、将来につながるような形になっているというふうに考えます。それで、まあ、最後の方ですね、核融合発電の実用化へのロードマップということですけども、実は現在ですね、この2025年にプラズマを作るということを目指して、フランスのキャダラ市というところで、まあ、世界共同でですね、ITER、これITER と呼んでますけども、トカマク型の実験炉の建設が進んでおります。で、一方ですね、日本はですね、実は、今年です。多分、あと2、3ヶ月もすれば、この JT60SA という装置が動き出します。これらはすべて超電導コイルを使ったトカマク型の装置で、今までにないですね、温度のプラズマを作る。そして、このイーターについてはですね、2035年には、DT 反応ですね、核融合反応を起こす実験をして、自己燃焼が実際に起こるかどうかという、そういう実証実験をするということになっています。まあ、我々はそれができるというふうに、
まあ、予想してやっているわけですけども、それがうまくいくということになれば、2050年後からは、原型炉と呼ばれている、次のステップに入って、まあ、その後ですね、商業的な発電炉ができるんじゃないかというふうに考えているわけです。でもちろん、その、それぞれに対して、まあ、我々のようなですね、大学の小型装置というのが、原理検証という立場で貢献していきたいなというふうには考えております。今日は、最初はプラズマの作るという話から、最後は核融合発電という話まで、幅広くちょっと話が伸びましたけれども、以上で私の話を終わりたいと思います。どうも、ご清聴ありがとうございました。